ああ、今日はいい天気だな。散歩が気持ちいいや。キャー！変態が道を歩いてる！通報しなきゃー！裸の人。今日はすごい天気が良くて、もうめちゃくちゃ気持ち良かったですね。薄着でついつい外出しちゃいました。クラクラチャンネルのー、ケースケ実況のー、ケースケです。ブーン！ということで、いやはや12月。なのにね、今日ね、ほんといい天気すぎて気持ちよくてね、もういつもだったらさ、この時期コートとか羽織っちゃったりとかするじゃないですか。もうコートとかね、もう羽織らずにね、あの、近所のコンビニまでね、散歩に行っちゃいましたね。で、今日ね、薄着で過ごしていた私、ケスケ、今日は何をお送りするかと言いますと、ああ、そんなことはどうだっていいんですよ。今日はですね、はい、こちら、なんとなんと、公式さんからね、開発ビルドをお借りして、こちらの、新防衛施設、こちらをね、お送りしていきたいなと思います。次のアップデートまでですね、こういう風に公式さんからね、開発ビルドをお借りしてね、動画撮影、ね、どんどんね、情報を公開していきますんで、まずチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、今日はね、こちらの新防衛施設ですね。こちら、なんていう防衛施設かっていうと、はい、こちら、投石機ですね。こちら、もう石を投げるような、そんなね、防衛施設になっておりまして、範囲的にはね、まあ、これぐらいの、感じですね。まあ、迫撃砲みたいな感じになってまして、近くに寄られすぎちゃうと、こう、石をね、投げれないんですけど、こちらの防衛施設の範囲内にいる、ユニットたちね、ガンガン石を投げていくんですよ。なので、今回さ、こちらの投石機、どういった能力を持っているのか、そしてね、各種ステータスですね、こちらを、見ていきます。はい。ということで、それでは早速ステータス見ていきましょう。あ、そうそう。ちなみに開発ビルドなので、こちらのアップグレードコストとか、あとは能力に関してはね、変更、修正がね、加わるか、もしれませんので、その点についてはご了承ください。ということで、ステータス、ちょっと見ていきましょう。はい。投石機ですね。射程は3マスから10マスとなっていまして、まあ、遠距離攻撃の、防衛施設ですね。で、ダメージの種類は範囲効果となっております。で、攻撃目標は地上&空中っていうことなので、まあそうですね、攻撃範囲的には迫撃砲に似ているんだけど、空中にも攻撃できるっていうね、そういった範囲攻撃施設になっております。で、優先攻撃目標は無差別となっておりまして、投石機は近寄る者がいれば誰であれ、ロープで緩く縛った巨大な岩の塊を投げつけます。岩は着地するとなんと、バラバラに飛び散るので、背後にいる敵ユニットにまでダメージを与えますっていうね、そんな施設になっているので、なんて言ったらいいんでしょう。例えば、今だったらタウンホール12とかだったら、ペッカボーラーとか、流行ってますよね。で、こちらの背後のユニットにまでダメージを与えるっていうことなので、ボーラーとかを、普通に焼き切るっていう、ワンチャンね、焼き切ることができる。あとは、ラッシュ系の戦術に対してもね、結構強いんじゃないかなって思います。ダメージについてもね、毎秒150っていうことなので、結構火力高いですよね。なのでね、ちょっとね、他の施設ともちょっと比べてみましょう。はい。迫撃砲に関してもね、ダメージ毎秒38。まあ、5秒に1発なので、190っていう感じなので、なので、投石機の DPS 的には180って、めちゃくちゃ高いですよね。めちゃくちゃ高い範囲攻撃ですよ。やばくないっすか？あとは、ま、範囲攻撃とかで言えば、ま、ボムタワーがね、毎秒ダメージ60っていうことなので、投石機に関してはね、その3倍なので、ちょっとね、どれぐらいの火力を誇るかちょっと見ていきましょう。じゃあね、こういう風にですね、壁で囲って投石機がね、やっぱり、近すぎるとユニットにダメージを与えれないので、こういう風にね、壁を囲っていって、でね、ユニットたちを出していきました。でね、もう本当にね、やばいさ。まあ、まずゴーレ出すじゃないですか。で、ゴーレの HP の減り具合と結構減って、で、ボーラー後ろからね、こういうユニットを出すんですよ。はい、ボーラーが、どんどん、こう、ね、はい、岩が飛び散ってって、背後にいる、ボーラーたちが、めちゃくちゃダメージ食らってるんですよ。これやばくないですか？で、どんどん削られてって、で、ペッカも出していきました。で、まあ、一発、二発で、ペッカの HP の減り具合も結構やばいし、で、攻撃速度も結構ね、遅いのかなと思って見てたんですが、意外に、結構ね、投石機ね、本当に攻撃速度が速くて、結構ペッカの体力、この段階でめちゃくちゃ削ってるの分かりますよね。これちょっと、ぶっ壊れレベルじゃないかなっていうぐらい、それぐらいの HP の減り具合ですよ。ペッカだって、HP6300 ぐらい普通あるじゃないですか。それがもう赤ゲージまでもうなっているんで、これはね、ちょっと置きようによっては、あっという間に、例えばグランドボーデンのエターナルトームでさ、ギガインフェルノかタウンホール13とか乗り切った後にさ、
あの、こう、トームで乗り切った後、またまたこういった投石機っていうのが控えていると、あっという間に、後衛のボーラーたちが焼き切られてしまうという、そういうね、可能性も出てきますよね。はい。そしたらね、地上ユニットを見ていったわけなんですけどもね、飛行にユニット、ドラゴンに対してね、ちょっと今、最近流行ってますね。もうほんとドラゴン強いんですけども、やっぱりね、ドラゴンに対してもね、空中に対してね、先ほどね、書いてあった通りですね、空中ユニットにもね、こういう風にダメージを与えることができて、で、うまい感じ、ちょっと今重なっていないんですが、あ、今ダメージ入りましたね。うまいこと重なってくると、あの、ドラゴンに、後ろのね、ドラゴンにもダメージが入っていくっていう、そういうね、仕様になっているので、これね、ドラゴンに対してもめちゃくちゃね、体力の消耗できるなーっていうね。はい、これも、あの、1体目のドラゴンにちょっとダメージだいぶ入って、で、後衛のユニットの、ドラゴンにもダメージ入っていきましたよね。なのでラッシュ系の編成に対してめちゃくちゃ強くなるなっていう、そんな印象があります。はい、じゃあね、後衛のユニットにダメージが入るのであれば、例えばクイヒーとかジャイヒーの後ろにヒーラーつけてた場合、ヒーラーにもダメージが入ってしまってクイヒー殺しになっちゃうんじゃねえかって不安に思う人、いると思うので、ちょっと試してみました。で、試したところね、はい、こちらゴーレムの後ろにヒーラーつけているんですけれども、なんかね、どうやらヒーラーの方にはね、ダメージ入っていないんですよ。で、多分なんですけど、どうやら当たり判定的には、あの、クラクラって、空のユニットと陸のユニットは、例えば同じ位置にいたとしても、あの、ウィザードとの範囲攻撃って、陸か空か、どっちかにしか入んなかったりするっていう判定あるじゃないですか。多分おそらくなんですけど、これゴーレムにターゲットを取っているんで、次の、こう、バウンドダメージ、こう、破裂ダメージも、陸って選定されているから、おそらくヒーラーにはダメージが入っていなくて、で、今、同じ、ぐらいの位置にいる。まあ、ちょっと後ろにいる、ボーラに、ダメージがね、入っているんだと思います。はい、これもちょっとヒーラー若干位置移動しましたが、これもやっぱり、あの、ダメージ入ってないですよね。で、こう、後ろの方のボーラーの方には、ダメージが入っているっていうのが分かりますので、やっぱりね、その判定で間違いないと思います。なので、陸に対して、ね、攻撃していたら、その破裂ダメージは、後衛の陸ユニットに入っていて、で、反対に、空ユニットだった場合は、その破裂ダメージも空ユニットに入っていくっていう、そんな判定になると思います。はい。なのでね、さっき言ったように、ちょっと逆パターンもね、一応ね、やっておきました。ドラゴンに対してですね、はい、出していって、で、地上ユニットのボーラーに対、ね、後衛に出していくんですが、やっぱりドラゴンね、飛行だからか、こう、破裂ダメージも飛行判定になっているので、後衛のボーラーにはね、全然ダメージ入ってないですよね。あ、これは今、あれですね、ドラゴンが竹外れたので、ボーラーにダメージ入ったんですが、こういう風にですね、あの、飛行か地上かの判定によって破裂ダメージも変わってくるっていうのが分かりました。はい。じゃあね、ひょっとしたらヒーラーにはダメージが、入らないっていう判定なんじゃないですかってちょっと疑問に思う人いるかもしれないんで、一応ね、ヒーラーバージョン見ておきましょう。ヒーラーもね、しっかりとターゲットを取っていって、こういう風にね、攻撃をしていきますんで、なので、まあそうですね、まあ安心したっていうのが、まあ食い火殺しとかにはならないっていうのが、まあ良かったなっていう点ではありますよね。そしたらですね、レベル1見ていったわけなんですけど、ちょっとアップグレードしていって、レベル2にしてみましょう。アップグレードはですね、1700万ゴールドでアップグレードすることができて、で、アップグレード期間17日って長っ!17、いよいよ2週間超えてきました。なんか大体、クラクラってさ、最大さ、2週間ぐらいですか ?14 日ぐらいですか ?17 日間はめちゃくちゃ長いな。なのでもうこれね、タウンホール13やってきたらですね、普通に、壁塗り要因ね、めちゃくちゃね、はかどりそうですね。で、ダメージに関してね、毎秒180っていうもう高火力になりますんで、この火力の高さどれぐらいやばいのかっていうのもね、見ていきましょう。はい。じゃあね、結構主軸になりがちな、まあ、例えば、ペッカボーラー以外にもですね、ディガー編成、ホグ編成とかね、あとは、ボーネク編成とか、そこら辺の中型ユニット系の、編成ですね、ユニットたちで、ちょっと試してみたんですけど、やばいっす。ネクロに関してはもうワンパンです。直撃ダメージ受けると。で、スケルトン。じゃあ、スケルトンが盾になっていればどうなのかっていうのをね、やってみたんですが、はい、スケルトンたちですね、一撃で葬っていって、で、範囲攻撃とかも入ってたりとかしてしまうと、おそらく3発とかで範囲ダメージでやられてしまいます。で、バルキリーに関しても、はい、直接入ったダメージと範囲攻撃のダメージ、大体ね、こんな形になってるんで、バルキリーも、あっという間に、溶かしていくんですよ。なのでこれね、やばいっすよ、マジ。直撃食らってしまうと、こういう風にまとま、ホグ1体しか出してなかったんですけど、ホグって結構、まとまりやすいユニットじゃないですか。ディガーもそうなんですけど。なので、このディガーさえも、2発でやっつけるんですよ。この攻撃速度で、
2発でやっつけるって、ほんとやばくないですか？これヒールかけなかった場合はもうほんと即死なんで、マジでちょっとラッシュ系殺しな、そんな防衛セソなっております。いや、これやばいっすよね。これヒールかけた場合どうなるんでしょう？ちょっとヒールかけたバージョンもちょっと見ていきましょうか。いや、はい。なので、バルーンも直撃受けてしまうと、2発で落とされてしまいます。はい。とりあえずね、ヒールかけたバージョンもね、ちょっとやってみたんですけどもね。まあ、近くに寄ってさえいれば、とりあえずヒールのね、回復はね、一応間に合っていきます。ただ、言うて透析機って、範囲も広いんで、これヒールかかってるんですけど、結構ギリギリなの分かりますよね。なので、これちょっとね、ほんとヒール、ユニットの、に対してヒールがね、もうほんと足りないっていう形になるんで、ちょっとホグラッシュ、ディガーラッシュが、だいぶちょっときつくなってくるんじゃねえかなって。そういう風に思いません。これちょっとやばいっすよね。火力が高すぎるんで。ちょっと、これラッシュ系時代がもう、ちょっと終了のお知らせっていうレベルなんじゃないかなっていう風には一応思いますよね。まあ、ちょっと実装されてみないとわかりませんけどね。はい。続いてね、バルーンもね、ちょっとやってみたんですけど、今回ヒーロー落としていって、ちょっと一発目食らっちゃったんだけど、でもね、これやっぱヘイストとかも欲しくなりますよね。ただでさえさ、マルチインフェとかビズ島とかに対してバルーン、ライバルやるときですね、ヒール必須だったりするときあるじゃないですか。なのに空にも攻撃できる範囲施設が、これ出てきたことによって、ちょっとね、攻め方の考え方ね、変わりそうではありますよね。はい。じゃあね、まあ、おそらくなんですけど、まあ、ボーテンとかアチャクイとかに対しても、これめちゃくちゃ強い、と思うんですよね。これね、例えばなんですけど、ボーテンとかさ、これやってるんですか？はい。めっちゃね、ダメージ、一応ボーテンでね、まあ、ヒーラーつけずにやってるんですけど、どれぐらいの HP が減っていくのか。はい。3発目とかでもうこれぐらい減ってしまって、で、ここでもうやばいんで、ちょっとね、ここで一瞬もう、トーム使っていって乗り切っていきました。これ、トーム使わなかったら完全に、相打ちですね。まあ、1対1だったら、まあ、相打ちには持っていけるかなっていう感じには一応なります。はい。そしてね、アチャクイね、見ていきましょう。やっぱりね、これね、もう、空にも、陸にも攻撃できるんで、例えば、スーサイドラバル系の編成とかね、ヒーローパートで、使用施設折っていきたいね、そんな編成の時ですね、ヒーロー単体で、これね、アチャクイ折り切れるのかっていうのをね、気になったんで見ていったんですけども、まあ、アチャクイだったらね、なんとかね、もう余裕で、結構余裕で、折り切ることができるんで、なので壊しやすい位置にあればね、アチャクイでカットができるので、これに関しては、良かったですね。はい。ということで、今回はですね、タウンホール13、新防衛施設、透析機について、見ていきました。いや、本当にね、新しい防衛室が、こう出てきたことによって、で、さらにさ、ギガインフェルノのもあるんで、こう、なんて言ったらいいんだろう。ま、ね、マルチインフェ3本、ギガインフェルノと、で、この透析機を組み合わせてしまえば、もう途端にラッシュ系が弱くなるっていう、そんな可能性も出てきますよね。なのでね、アップデート後、どんなね、配置が流行ってくるのか、非常に楽しみでございます。で、まだまだね、アップデート情報ね、出るかもしれませんので、出た場合ですね、こういう風に動画でお送りしていきますので、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。